封じられし闇を語る者闇に見いられる鬼とならるどうも鈴作ですよろしくお願いいたします、えー、これから皆さんに聞いていただくお話なんですけどもドッペルゲンガーにまつわるお話っていうのを聞いていただこうかなと 思うわけけなんですけどもまあ都市伝説のようなものでして自分にねそっくりな人がこの世に3人いてそれに出会ってしまうと死んでしまう、まあ、皆さん一度や二度ね聞いたことあると思うんですけどもこれって怖い話かって言われたらそうじゃないんですよね怪しい話ではあるんですけども、まあ、心霊だったりそういったものではない僕は思ってたんですよ。 ある日ですね僕の先輩からちょっとこれにまつわるようなお話を聞かせていただきまして僕が怪談師という仕事をしているというのもあるのでもしよかったら使ってくれって言っていただいたお話なんですよ。ですすね高校卒業ししててから出出ましてとある町に就職ででたんですよで数年間ずっと働いていたそんなある日のことだっていうんです。いつも通り会社に 出勤しようと道を歩いていて歩道を進んでいるするとこの歩道の路肩にタクシーが一台止まってまして運転手が歩道の方に出てきてておそらく向かいのマンションからの住人のお客様を待ってるんですよその脇を抜けてその道通ろうとした時に本当なんとなくふとこのタクシー運転手の顔を見ると高校時代の後輩だって言うんですよあれおい、久しぶり 声をかけるとこの後輩も自分の顔を見て「先輩お久しぶりです」数年ぶりの再会を果たしたしわけなんですよでね、そこで何やってんだよとかこう話したかったんですけども自分はこれから会社行く身ですし後輩もお客様が降りてきたらそのままタクシー出発しなきゃいけないんで「ちょっと近々連絡するわ」って言って「あわかりました」その場はそこで解散したんですよ。 でそれから2週間ほどたって自分が休みの日に先輩「あそうだあいつ何してるかな?」と思い連絡をして「今日飲みに行かないか?」というと「ぜひ行きたいです」というので「若田じゃあ店予約しとくからここ集合な」ってことで、まあ、店に入っておお久しぶりお酒を飲んんだわけなんですよで、ね、学生時代のね懐かしい話に花を咲かせながらも一通りね落ち着いたので「どうだ最近仕事忙しいか」 タクシー運転手も大変だろうっていう話をするとこの後輩「いや僕タクシー運転手やってないですよ」って言う「いやいやいやこの前お前タクシー運転手やってたとこればったり遭遇したろいや僕普通に会社員で営業やってます」「いやそんなわけないだろこの前会っただろ」「いや先輩と会うの先輩の卒業式以来ですよ」だから俺この後輩のドッペルゲンガーに会ったんだよ。 でこの後輩のドッペルゲンガーは俺のこと見て先輩って言ったんだよ。ってことはこれ自分後輩後輩のドッペルゲンガーらには俺のドッペルゲンガーそれぞれが先輩後輩っていう立場があってこの世界で共存してる生存ししてていいるる生だから俺とは別人格な俺と同じ形をした何者かがいるそんな 体験したんだよだからこの話使ってくれっていただいたんですけどもやっぱりこれ怖い話ととはまたちょっと違うんですよねなのでまあ「お話いただくだけ頂いときます」ってこの話もらってたんですよ。で僕「スリラーナイト」というね怪談バーで勤めてまして毎時間ね15分間怪談話を披露するんですけどもその他45分間はいわゆるバーなので。 普通にお客様とたわいもない世間話をしたりするわけなんですよ。でそんなある日の営業中に都市伝説の話で盛り上がった日がありましてでその時に僕あこういう時にこの先輩のエピソードって使えるんだなと思ったのでそこにいたお客様に今のエピソードを披露したんです,よするとその中にいた男性一人のお客様が今の話聞いて思い出したんですけども。 僕の話も聞いてもらっていいですかと言って話し始めるんですよ。でこの方も自分の地元を高校を卒業して就職しに東京に出てきたっていうんですね。で1年目社会人1年目の年は仕事が忙しくて夏場のお盆の時期なんかは地元に帰ることができなかったっていうんですよ。でその年ようやく地元に帰れたのが年末年始だったんですよ。 で年末地元に帰って実家でゆっくり過ごすために帰ってるかって言ったら19歳の男の子ですから地元の友達たたちと遊びたくてて帰っるるような部分もあるんですよで地元に一軒だけカラオケボックスがありましてそこに仲いい友達とかと一緒に行くすると考えることってみんな一緒なんで他のグループとかもそのカラオケボックスに来たりするんでこのカラオケボックス自体がちょっとした同窓会会場になるんですよ。久しぶり久ししぶぶりりってななるわけなんですね でドリンクバーに飲み物を取りに行ったタイミングで小学校から幼なじみの女の子もどうやら別グループで来てたらしくこのドリンクバーでで遭遇したって言うんですよすると向こうが「お久しぶり夏以来だね」って話しかけてくる「夏以来何の話?」って言うといや夏一緒にこのカラオケボックスで遊んだじゃんかと言ってくるので「ああだったら記憶違いだ俺夏帰ってきてないから」 いやそういうのいいって一緒にこのカラオケボックスで遊んだでしょだから俺帰ってきてねいやもうそういうのいいからと言ってその子そのまま飲み物取って自分の部屋に消えてったその時僕はてっきりこの子の記憶違いって思ってたんですけど今の話聞いたらこれって僕に成り代わろうとする僕と同じ形をした何者かの話ですよねで。 このお客様からいた,だいたんですよこの話を聞いた時に僕あれって思って思い出した話があるんです。というのも僕の先輩から聞いた話そしてこのお客様から聞いたお話のちょうど間ぐらいにこの「スリラーナイト」にいらっしゃったお客様から頂い,いた僕は怪談話としてもらってた話があるんですよ。というのもとある女性のお客様がこのお店にご来店されて。 この女性のお父様の体験談だって言うんですよで、このお父さんがまだ結婚する前20代前半の若い頃にお父さんの住んでる地域に人形館っていう心霊スポットがあるそんな噂を聞きつけたって言うんですよで、これ自分たちが住んでる地域から車で1時間ほど峠道を走らせていった山頂付近にどうやらこの噂の心霊スポットがある なのでお父さんが車を出して助手席と後部座席に友人一人ずつ乗せてこの人形館を目指したっていうんですよ。1時間ほど峠道走らせていくとまず一軒のの平屋の廃屋廃が出ててきたっていうんです、ね、それを見た時に人形館っていうにはあまりにもみすぼらしい平屋の廃屋なんでこれじゃねえかもう少し進んでみようか。 車を走らせて山頂に着くんですがそれらしき建物一個も出てこないあれ何もねえの。なもう少し進んでみるか反対側に下っていくんですけども建物何も出てこない引き返そうこの山頂付近にある建物ってさっきの平屋の廃屋だけなんですよ。ってなった時にこのお父さん方人形館って聞いた時に。 勝手に西洋造りの建物がドンとあって門がしっかりしてあって忍び込んでいくとフランス人形とかそれこそ甲冑とかがずらって並んでるそんなものを想像してたもんですからこの感じさこの廃屋の中に日本人形とかひな人形とかそういったものが山ほど捨てられてあったらそれはそれで気味悪いよな絶対ここじゃんかここ入ろうぜ。 男3人で中入ってったわけなんですがこの廃屋の中人形一体どころか家具家財もないただただ普通の廃屋なんですよ。これ何もねえな男3人で散策したら平屋の廃屋なんて5分もしないで見終えてしまうちょっと何も出てこない裏手回ろうかこの廃屋の裏手回ってみるんですが何か不法投棄されてるような様子もないただただ普通の廃屋なんです。 っってなった時に、あ,あデマ情報だと確かにこんな山頂付近に廃屋があったら薄気味悪いそっから噂が流れて尾ひれ葉ひれついて最終的には人形館なんていう仰々しい名前までついたそんなデマ情報を俺ら捕まされちゃったんだうわ1時間かけてきて損したなとこっからまた1時間かけて帰んのかよまあいいじゃんちょっとしたドライブだと思えばさそれもそうか。そんな話をして車に乗り込み また1時間かけけててこの峠道下っていくわけですよ車を走らせて1分もしないうちにこのの山道の脇から人一人一飛び出してくるその瞬間お父さん人を引きたくない教診から目を伏せながら「危なそう言って車のブレーキをギッ!」と踏んで車が停車するまでの間に人を引いた音だったり衝撃全くないまま車が止まる。 ゆっくり目を開けてフロントガラス確認するんですけどその向こうに人の姿ななんんか立ってないってていうんですただ男か女かも分からなかったけど人が出てきたのを目視してるんでブレーキを踏んでるでもそこに誰も立ってないすぐさま助手席と後部座席の友人に「今人出てきたよな」っていうことを確認すると友人二人とも顔を真っ青にしながら「いや違う今出てきたのお前だったよ」 お前そっっくりのあれ引いちゃってたらお前自身どうなってたのそう言われた瞬間にこここがどういうい場所か分か分ったっていうんですこの人形館が指す人形って日本人形とかフランス人形のことを言ってるんじゃない自分そっくりな人の形をした何者かそれが出てくる場所がこの人形館って呼ばれるゆえんなんだそう気づいていこう。 お父さん方ここに近づくことなかったんですっていう話を娘さんからスリラーナイトでいただいたわけなんですよ。でこの話を聞いて一つ目のお話って自分とは別人格な同じ形をした何者かの話なんですよ。二つ目の話は自分になり変わろうとする自分と同じ形をした何者か。 3つ目に関しては何者かわからないけどただ同じ形をだけした何者かってなったらちゃんんと3種類いるんですよねでこれ「ドッペルゲンガー」っていう名前だから海外から入ってきた都市伝説なようなものって思うだけで日本では昔から人形人の形と呼ばれて存在してたものなのかもしれないって思ったら僕これって 会談話に入れていいものなのかもなそんなことを思ったお話っていうのをこの会聞いていただきましたありがとうございました